とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、新しく追加されました海のステージ、ここのね、シークレットの場所をやりたいと思います。俺これね、4回目で見つけることができました。おそらく毎回そのシークレットの場所があるわけではなさそうだね。まあ、最近のダウンロードコンテンツでは、まあ、お決まりだよね。行ったら必ずあるっていうところではないです。では、まず最初の場所ね、スタートの場所から行きます。敵はもう倒しまくってるのでいないと思うよ。まずは進んでいきましょう。うん。で、進んでいきますと、俺がね、頭の上に持ってる、これ、ポンジットかな?これを入手する場所があるのよ。それを入手する場所。そこがね、この辺かな?この後。ここあたりで、入手をするんだけども、ここだね。ここのよりも手前です。ここよりも、だいぶ手前にあります。この手前に、穴がね、洞窟が2つあると思うのよ。うん。まあ、毎回あるわけではないんだけども、下にね、ぽっかり穴が開いてるところがあって、そこではないです。穴が開いてる場所ではなくって、ここ。こういう感じで、横にね、洞窟が開いてます。この中で発見しました。この中行きますと、まあ、この階に乗ってね、移動していくところが結構あるんだけども、ここが結構長い。まあ、とにかく先一番奥まで進んでいってください。まあ、とにかく奥よ。本当に長いから、まあ、敵も多いし、注意しながら行ってください。そろそろかな?いや、まだまだだね。うん。こう見ての通り、めちゃくちゃ長いです。むちゃくちゃ長い。じゃあ、もう、まだまだだね。どんどん進みましょう。どん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 進んでいってください。あった。まあ、大体、突き当たりぐらい。だね。突き当たりぐらい。で、この上に、台座があるでしょ。ここに、地図。が置いてありました。で、この入手方法だけども、この周りからはね、どうしても行けないのよ。この先に進んだところに、この貝殻が結構ある場所があるので、この貝殻からのジャンプを繰り返していきましょう。ここの次は、こっちかな。こうやって、貝殻に乗って、場所を移動していきましょう。まあ、ローリングとか、やってみたけども、どうもね、この貝殻でジャンプするしか、行く方法はなさそうです。はい、到着。ここだね。この上に、地図がありましたので、撮ってみてください。毎回はないと思う。俺も4回目で、入手できたので、うん。まあ、1回目で、入手できた人はラッキーだったということで、撮ってみてください。はい。ではね、またね、やっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。